ようこそもっと知りたい話題へ。さて、最近行われたアンケートによれば、アメリカ人の実に 45% はすでに地球にはエイリアンが来ていると信じているのだそうです。実はつい最近までエイリアンなんているわけないじゃんというのが学者をはじめ人々の共通した考え方でした。しかし1961年にアメリカのフランク・ドレイクという天文学者が銀河系内に地球外文明が存在する数を公式によって導き出したことにより状況は一変します。ドレイクの方程式と呼ばれるこの公式によれば、銀河系内だけでも最低10個の地球外文明が存在する可能性が示唆されたのです。それまでエイリアンの存在に懐疑的だった学者らも想像以上に高い確率に影響を受け、真剣に取り組むべき課題であると認識するようになったのです。そこで今回もっと知りたい話題では、現代科学では解明できないエイリアンに関する話題についてお話ししたいと思います。それではご覧ください。アメリカ中が騒然、身長3メートルの巨大エイリアン。アメリカで最も有名なエイリアン遭遇事件の一つがフラットウッズモンスターです。1952年9月12日、アメリカのウェストバージニア州にあるブラクストン郡フラットウッズで全米を巻き込む奇妙な事件が発生します。その日の夕方、ガスウェイの町の上空を横切る燃える物体が目撃され、保安官であったロバート・カーと助手のバーネル・ロングが調査を命じられます。物体はガスウェイを通り越え、隣のフラットウッズの町の丘に墜落します。時刻は夕方、学校を終えたエドワードとフレッドのメイ兄弟は学校のグラウンドでサッカーをしていた時のことです。目もくらむほどの明るい物体が2人もよく知っているベイリー・フィッシャーの私有地に落ちていくのを目撃します。彼らは友人3人と共に墜落現場へ行こうとしますが、辺りが薄暗くなりかけていたために母親に相談することにしました。母親は事情を聞くと、懐中電灯を持ち、さらに近所に住むウェストバージニア州兵の友人レモンとその愛犬、さらに2人の少年を加えて墜落現場に向かったのです。墜落現場までは兄弟の家からはわずか400メートルほど。現場周辺には刺激臭のある霧が充満しており、3メートルはあろうかと思われる巨大な火球が輝いていました。一行が注意深く光球を観察していた時、ユージーンが光球のそばに光る小さな2つの赤い火の玉を見つけます。何だろうと思ったユージーンが懐中電灯を向けると、そこには 3.5 メートルもの巨大な物体が立っていたのです。それはシューという音を発しながら滑るようにしてこちらへ迫ってきます。パニックになった少年たちはそのまま逃げ出し、兄弟の家へ避難。すぐに保安官と新聞社に電話をかけたのです。彼らが目撃した巨人は近くの樹木と比較し、高さが約 3.6 メートル、スペードの形をした頭部と明るい緑色をした神父の着るような服を身につけていたといいます。この事件は全米中の新聞、ラジオ、テレビで報道されることになります。折しもこの年の7月には世界を震撼させたワシントン DC UFO 乱舞事件があったばかりのことで、全米中がパニックを起こす結果となったのです。結局事件は動物の見間違い説、集団ヒステリー説などで強引に幕引きが行われますが、地元の人間が見慣れているはずの動物を見間違えるのもおかしな話ですし、少年とはいえ一人は州兵であったことから集団ヒステリーに関しても懐疑的であるという意見もあるのです。パスカグーラで起きた奇妙な誘拐事件。パスカグーラとはアメリカのミシシッピー州にある小さな町です。1973年10月11日、この町で奇妙な事件が発生します。その日の夜10時頃、地元の造船所で働くチャールズ・ヒクソンとカルビン・パーカー・ジュニアは夜釣りを楽しんでいました。すると突然、奇妙な音とともに彼らの上空に幅3メートルほどの青みがかかった発光体が現れたのです。2人があっけに取られていると、発光体はすぐそばまでやってきて気がつくと、目の前には身長 1.5 メートルほどの象のようにシワシワの肌を持った不気味な生物が3体立っていたのです。かぶり物かは分かりませんが、頭はピストルの弾のように尖っていて、手はカニのハサミのようだったといいます。その異形の存在はどこかぎこちない動きで近づくと、そのまま2人を発光体の中に引き込んでしまったのです。カルビンの方は遭遇時に気を失ってしまいましたが、チャールズは意識をしっかりと持っており、体は宙に浮いた状態で何度もひっくり返されるような感覚はあったものの、体を動かすことはできなかったそうです。気がつくと2人は元の場所に戻っており、時計を確認すると20分ほどが経過していたといいます。2人は事件のことを保安官に話しますが、残されたテープを確認した専門家によれば、とても芝居をしているようには思えなかったそうです。また2人とも専門家による嘘発見器の検査もパスしており、かなり信憑性が高い事件として記録されているのです。最も有名なエイリアン事件、ヒル夫妻を襲った誘拐事件とは、1961年9月、休暇先のケベック州から自宅のあるポーツマスまで自動車で帰る途中、バーニーとベティのヒル夫妻は衝撃の体験をすることになります。車の窓から夜空を見上げていたベティが明るく光る光球を発見したのです。ベティは最初それを流星だと思っていたのですが、なんとその光球は月を横切ったあたりで止まったのです。光球の正体を確かめようと夫妻は車を止め、外に出て観察することにしました。人里離れた夜のハイウェイ、クマなどの野生動物の襲撃に備え、バーニーは拳銃を準備します。その光球はぐんぐんと近づいてきて、車の前方30メートルほどの近さまで接近しました。バーニーが双眼鏡でその物体を確認すると、複数の窓のようなものが確認でき、そこからこちらを覗く10人前後の人影が見えたそうです。恐怖に駆られた夫妻が車に戻り逃げようとすると、突然車全体を激しい衝撃が襲い、全身にひりつくような疼痛が襲いました。車はかろうじて走行していましたが、奇妙な振動と発信音のようなものはしばらく続いたのだそうです。家に帰り着いた夫妻は何か違和感のようなものを感じたそうですが、何が原因なのかは分かりませんでした。しかし次の日からベティは毎夜悪夢にうなされるようになります。ベティは原因はあの日の出来事に関係するのではと考え、夢の詳細な記録をつけるようになったのです。すると夢は全てあの夜のことで、なんと夫妻はエイリアンによって宇宙船に連れて行かれ、さまざまな実験を行われていたことを思い出したのです。しかし夫であるバーニーはそんなことはなかったと言い、ベティの記憶は彼女自身が作り出したものだと取り合いません。夫婦の間で意見が食い違い、お互い精神的に追い詰められてしまったことから、夫妻は専門家による治療を選択します。ボストンの精神分析医ベンジャミン・サイモン博士のもとを訪れた夫妻は、逆行催眠によってあの夜に起きた事実を確かめようとしたのです。夫妻の逆行催眠は別々の部屋で行われましたが、あの夜の出来事はほとんどが一致していました。さらにベティは宇宙船の中で見た恒星の位置などを記した製図までも思い出したのです。ベティが描いた製図はその後オハイオ州の天文学者マージョリー・フィッシュによって解析され、実際の製図であると判断されます。そしてその製造をもとにヒル夫妻を誘拐したエイリアンはレティクル・ザ・ゼータ連政権周辺から飛来したものではないかと推測したのです。この事件は全米で大きな話題となり、小説やドラマの原案にも採用されています。一国の大統領が語ったエイリアン事件とは。エイリアンとの遭遇事件は何も一般人にだけ起きるわけではありません。2010年4月26日、ロシアの国営テレビでは一国の元首による驚くような発言があったのです。ロシア共和国に内包される22の共和国の一つ、カルムイク共和国のキルサン・イリュムジーノフ大統領はトーク番組の中で過去に UFO に乗ったことがあるとカミングアウトしたのです。なんと大統領は1997年9月18日、モスクワにある彼の自宅をエイリアンが訪れ、 UFO にも乗せてもらったというのです。彼の元にやってきた宇宙人は黄色い宇宙服を着た人型の宇宙人で、登場した UFO はチューブ型の珍しいタイプのものだということです。彼が UFO に乗り込むところは同国の大臣、補佐官、専属の運転手も目撃しており、それぞれの社会的立場からかなり信憑性の高いエイリアン遭遇事件と言われています。一時は最悪の結末も。人口600人の村で起きた奇妙な事件。1975年11月、アメリカのアリゾナ州にある小さな村で森林作業をしていた一人の青年が行方不明になります。警察に行方不明として届け出た。一緒に作業をしていた17歳から28歳までの6人の男たちは一様に口を揃えて、青年が UFO にさらわれたと訴えたのです。その日、7人は仕事の帰り道、車で帰宅する途中に奇妙な発光体に遭遇します。そしてその発光体に近づいたトラビスが消えてしまったというのです。警察や森林警備隊により付近の山林が徹底的に調査されましたが、トラビスの行方はつかめません。警察は6人が共謀してトラビスを犯罪に巻き込んだ可能性があるのではと捜査も始めたのです。しかし6日後、事件は急展開を見せます。なんと行方不明になっていたトラビスから彼の姉の嫁ぎ先に電話がかかってきたのです。指定された場所に向かってみると、電話ボックスの中に痩せこけたトラビスを発見します。病院に運び込まれ、警察からの取り調べを受けたトラビスの口からは信じられないような出来事が語られることになるのです。なんと6人の同僚が話した通り、トラビスは UFO に連れ去られ、6日間もの間そこで生活していたといいます。UFO の中には目が異様に大きく、爪のない1メートル50センチほどのエイリアンの他に、端ばみ色をした瞳と金褐色の髪をした人間のような存在がいたそうです。しかしこの人間は何を話しかけても笑っているだけで、明らかに人間の姿をした別の存在であったと語っています。その後の検査でトラビスも嘘発見器をクリアしており、世間の注目を集めることになったのです。さて、いかがでしたでしょうか。アメリカでは UFO に関して高い関心が持たれていることがわかりますよね。マスコミの取材などでも、エイリアンのものと思われる信憑性の高い誘拐事件の被害者の場合、100万ドルもの取材費が払われることもあるんだそうですよ。また、おそらく近い将来、アメリカ政府によってエイリアンの存在が公表される日が来るだろうとも言われています。果たしてエイリアンの存在とは、私たちが思い描いたものなのでしょうか。その時が来るまで、もう少し楽しみに待ってみたいと思います。もちろんこの話を信じる信じないもあなた次第です。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画をお待ちください。